ジェームズ・ヘップバーン、第四代ボスウェル伯爵。ジェームズ・ヘップバーン、ジェームズ・ヘップバーン、フォース・アール・オブ・ボスウェル、1535年から1578年4月14日は、スコットランド女王、メアリーの三人目の夫、王杯。ジェームズは、スコットランドの名門貴族、ボスウェル伯家に生まれた。曽祖,祖父は、スコットランド国王の執事であり、艦隊司令部の総督、 エディンバラの高等行政官、国境地帯の長官を兼任した。祖父はこれらの役職を引き継いだが、イングランドとの戦いで若くして亡くなったという。父パトリックは、素行が悪く、多額の借金を抱え、報酬のいいイングランドに雇われることもあったとい。また、国境地帯の盗賊団と一仕事したため、投獄されたこともあったらしい。その後はイングランドに亡命したが、 大体号メアリー・オブ・ギーズの恩赦を受けて職務にも復帰し、宮廷に迎え入れられた。その後1556年、盗賊団との小競り合いで45歳で命を落としたという。パトリックは当時未亡人となっていたメアリー・オブ・ギーズと結婚できるかもしれないと勝手に思い込み、1543年の秋に妻のアグネス・シンクレアと離婚した。そのため、ジェームズは7歳の時に 王子のマリー大外司教に引き取られ、妹のジャネットは母アグネスに引き取られた。彼は大変な読書家で、標本書や軍事史の知識をことごとく習得したという。また、フランス語やイタリア語も習得し、読み書きさえおぼつかないありさまだった、当時の無教養な他のスコットランド貴族たちとは大きな差があった。自然科学にも深い関心を寄せていたという。 ジェームズは自ら騎馬隊の装備を整え、訓練も行い、絶え間なく、侵入を繰り返すイングランドの軍隊や、盗賊団を国境で何度も撃退した。イングランドの兵士の襲撃に常に怯えていた、エディンバラの住民たちは、もっとジェームズに権限を与えてほしいと陳情するほどで、あった。そのため、メアリー・オブギーズはジェームズが22歳の頃、国境のハーミテージ取りの指揮官に任命した上、 地域一体の指揮権を与えた。この時ジェームズは、父の死により、第四代ボスウェル伯となっていた。メアリー・オブ・ギーズはこう書いている。彼の兵力はイングランドよりも相当劣っていたにも、かかわらず、巧みな戦術で勝利し、敵から軍資金を奪った。また、イングランド軍の陣営に奇襲をかけて、総司令官に重傷を負わせるほどの働きを見せている。 1560年に、オット・フランソワ二世と死別して、未亡人となった女王メアリーは、1561年8月20日に、帰国した。女王の帰国にあたって、ボスウェル博は、海軍司令官として、万全を尽くした。当時のスコットランドの実力者だったマリ博、ジェームズ・スチュアートは、なんとか、ボスウェルを、海舟の仲間に引き入れようと何度も説得を、試みたが、 彼はあくまでもメアリーに忠誠を誓い、決してこの誘いに乗ろうとはしなかった。このため、マリハクとボスウェルは終生にわたって激しく、対立することとなった。また、マリハクは、影で手を回して、できるだけ、ボスウェルをエディンバラから遠ざけ、数密院に影響力を持てないようにした。剣謀術数を駆使するマリハクに比べ、どちらかというと、ボスウェルは、 行動型のタイプで自分が主体的に関わらない場合、宮廷での貴族たちの暴略を嫌っていたという。1565年7月29日、女王メアリーとダーンリー教ヘンリー・スチュアートが結婚したが、8月1日にはエリザベス一世からの援助を取り付けたマリハクが反乱を起こした。しかし、期待していたイングランドからの援軍は現れず、ボスウェルは マリハクの軍隊を撃退し、マリハクは他の主犯格のスコットランド貴族たちとイングランドに亡命した。同年、ボスウェルはスコットランド有力貴族で有力なカトリック貴族でも、あるゴードン家のハントリーハクの妹ジーンと結婚した。ゴードン家は1562年の夏にメアリーに対して無本を起こしていたが、マリハクの反乱鎮圧のために恩赦を与えられて地位も回復していた。 1566年3月9日夜、ホリルード宮殿で女王、メアリーの秘書リッチ、小が数人の貴族によって女王の目の前で殺害された。その時の部屋に他に居合わせたのは、ダーンリー卿、シュバトージョン・エルスキン、マリハクの弟ロバートと妹ジーンだった。他には、ボスウェルとハントリーハクがいた。彼らは晩餐には招かれていなかった。あとは、 数人の貴族たちがいた。リッチ王を殺害した貴族たちは、ボスウェルとハントリー博の殺害も狙っていたらしく、二人を探したが、彼らは繋ぎ合わせたシーツをロープ代わりにして逃げた、後った。同年6月19日にメアリーはジェームズ、後のスコットランド王、イングランド王ジェームス6世及び一世を出産した。1567年2月に、ダーンーの療養のため、 メアリーは進化たちとカークをフィールド協会でしばらく過ごすことになった。しかし2月10日の夜中、ダーアンリー教が殺害されているのが発見された。その後のスウミツインでは、ボスウェル一人の単独犯行という判決が出された。しかし、4月12日のトレブースでの裁判では、無罪判決が出された。ダーアンリー教暗殺の首謀者が、ボスウェルという見方については、 彼ほどの優秀で経験豊富な軍人が、なぜ、ダンディ一人を殺すのにわざわざこんな目立つ方法を選んだのかという意見もある。1567年4月23日に、ボスウェルによってメアリーが誘拐されるという形で、5月15日に二人は結婚した。メアリーは彼に、オークニー公爵の称号を与え、オークニー諸島とセトランド諸島の領地をよた。しかし、 6月6日には、アーガイルモートン・アソールなどの反、ボスウェル派の貴族たちが反乱を起こし、メアリーとボスウェルは反乱軍と戦ったものの、6月15日にエディンバラ東部の町カーバリーヒルで投降した。ボスウェルはメアリーと別れた後、ダンバー城にたどり着いた。以前からマリハクの行動に不信を抱いていた貴族たちがそこに集結しており、 ボスウェルは小規模な軍隊を編成したが、数密院の有罪宣告により、貴族たちは姿を消していってしまい、メアリー救出までには至らなかった。ボスウェルの首にはセンクローネの懸賞金がかけられた。その後、ボスウェルは、ハントリー博を訪ねたが、協力は得られなかった。そこで、ボスウェルは、ーフで、王子のマリー大司教の援助により、六隻の商船と、 漁船を率いて自分の領地であるオークニー諸島に向かった。領民からは歓迎されたが、ボスウェル逮捕命令を受けた城の司令官が攻撃してきたため、もう一つの領地であるセトランド諸島に向かった。ここでも歓迎を受けたものの、マリハクが小規模の艦隊を送り込んできた。ボスウェル一行は小さな船に乗り込み、ノルウェーに漂着した。しかし、ノルウェーから、 デンマークのコペンハーゲンに連行され、そこで身柄を拘束されることになった。その後、マルメ城からドラグスホルムの国自販収容の監獄に移された。この頃のボスウェルは発狂していたという説がある。1578年4月14日にボスウェルは極死した。ボスウェルには強圧的なところはなく、統治能力に優れていたという。 彼は、盗賊団の討伐だけでなく、経済を揺るがしてきていた国内の偽造通貨、取締りなどにも、短期間で実績を上げている。また、国王としての考えで、絶え間なく、争い続ける、各氏族の長たちを、輪番制の規則を作って、強密院の決定に従わせようとも考えていた、らしい。もし、もう少し、ボスフェルに時間が残されていたのなら、争いの絶えなかった。 当時のスコットランドには平和が蘇り、スコットランドは大きな発展をしていたかもしれないという説がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。